自分自身すごく難しい挑戦ではありました、まあ、実際に、まあ、一度して落ちている事件失敗している部分もありますし、まあ、そこに対してもう一度受験する、またそれをラグビーをやりながらっていう限られた時間の中でやるのもすごく大変ではありました。でもまあその時間で自分がやるって決めたからこそ、まあ、本当にそのために 100% の落ち込んだと思いますし、まあ、もし受からなくてもその場合はもう1年今度はラグビーをやめてから勉強だけで1年間集中してやるっていう、それぐらいの、まあ、ペースの時期の上昇覚悟を持って臨んだので、まあ、その気持ちが逆に成功に導いた部分もあるのかなとは思います。ただまあ本当にそのしっかりと自分の中で何がやっぱり必要で、その受験をまず合格するためのプランであったり、まあ、その闇雲に机に座っていればいいっていうわけではなくて、やっぱり本当にその自分の中でちゃんとプランニングをしてやっていく、それが一人でやるのは難しければやっぱり、まあ、名前人がやってる本当にそういうプロの方々から話を聞いて、やっぱその道を一つ作るっていうのもすごく大事なので、僕自身本当に助けられました。本当にそのおかげで良かったと思います。はい、日本中の中の一番優秀な先生たちが集まって、でなおかつもうシステムですね、今オンラインで映像で勉強する手段というのはたくさんありますけど、やっぱり映像の勉強っていうのは勉強したらしっぱなしになりがちですけど、それをしっかり定着させる、しつこいまでの確認問題、講座終了ですと、やはりこの更新っていうのが彼忙しい、全国世界を飛び回ってた、そういう隙間時間で勉強できてたので、もし我々が東進以外 の、 システムを使ってたらですね、彼に最善のものを提供できてなかったかなという部分があります。でそれも加えてやっぱ医学部に特化した特にシリーズもですね、って言いますと衛進館メディオ YMS、ね、の先生たちのやっぱり過去の蓄積ノウハウ、そういったものがですね、ね、すごく彼にアシストできたんじゃないかなと思います。本当にずっとラグビーとやっぱり日本代表とやっぱり両立してる時期っていうのは本当に良い時間も限られてます、場所もやっぱり海外だったりいろいろと限られてたので、まあ、そういった中で本当に高等生の授業を受けさせていただいたことで、本当にその最低限やっぱりもう一度受験に本格的に向き合うためのベースをやっぱりずっと維持することがなんかできたのかなと思います。もう昔からずっとそうですけど、今日も、ね、最難関の学科ですので、うん、圧倒的な勉強力がやっぱり必要になります。あとそれに比べて加えて面接小論文がもうほぼついてきますので、面接小論文の対策の中で自分は本当に医者になりたいのかどうか、で具体的に医者になってどのような貢献ができるのか、そういったことをしっかり自分と向き合って考えて、やはり面接の小論文の対策準備っていうものはすごくプラスになるんじゃないかなと、人間的な成長のですね、それは感じます。やっぱりこう自分が本当にそこにやっぱりなりたいのか、モチベーションをやっぱり維持する、やらされる勉強になってしまうとやっぱりこう定着をしづらいですし、まあ、こう自分が本気で 100% 打ち込めるかって言われて難しいと思うので、やっぱりそこに、まあ、最初の動機は環境であったにしても、何かこう自分としてやりがいを見出すような、やっぱそういうところから始めることがすごく大事なんじゃないかなと思います。技術的な部分、まあ、勉強知識量的な部分に関してはすごい量がやっぱり必要ですので、まあ、僕がそのアドバイスができるというような感じではないんですけど、まあ、本当に、まあ、一つはやっぱりこう本当にいろんなやり方を試して自分に合ったやり方っていうものを見つけるっていうのも、まあ、そこはすごく大事なところかなと。本当にその時間やって満足するだけが全てじゃなくて、まあ、自分が例えば短期集中型ならそれでその分人よりもその分の時間でやる、それじゃなくてやっぱり逆に時間続く人が得意なのであればその分の時間でカバーする、まあ、それは本当に人それぞれだと思います。そこはやっぱりこういろんなやり方を試してみて、自分の見方、自分がやっぱりモチベーションを持った上でやり続けられるやり方を見つけることは、まあ一つやっぱりすごく大きな力になるんじゃないかな。